は今アイアンをメンズにしたんですけど、ウェッジがレディースのままなのですごい迷っていて、ちょっと山田店長に相談できたらなって今思ってるんですけど、ちょっと相談してきます。山田店長、先ほどはゼクシオのレディースとメンズのドライバー指導ありがとうございました。そして今回はですね、私のウェッジ選びの相談をさせていただきたいと思っていまして、これが今使っているピッチングなんですけども、最近メンズクラブに変えまして、まだウェッジ自体はレディースのものを使っていて、そうなんですね。そうなんです。結構こうバラバラになってしまって、新しいウェッジが欲しいなと思ったんですけど、結構本当に種類があるので、ウェッジ選びのコツだったりとか、いろいろ教えていただきたいなと思います。はい、お願いします。じゃあまず、マリさんの方も、いやピッチングがあるっていうのはすごく大事にして、はい、そうなんですね。なんでかっていうと、はい、正直申し上げるとアイアン何使ってるか、アイアンどういうものを使ってどんな重さなのかっていうのが分からないと、提案すごく難しいんですよ。で、今回マリさんの方にお持ちいただいたご自身のピッチングっていうのがシムマックスっていうテーラーメイドのアイアンで、シャフトがすごいカスタムされてますね。 MCI の 60R っていう男性用のカーボンシャフトが入っているというような形になっているので、これをベースにして考えていきたいなと思います。嬉しい、お願いします。お願いします。そしたら今このアイアンを使ってて硬いなとか重たいなとかって感じることあります？今のところ感じてないです。そしたらもしかするとスチールシャフトを入れてもいいんじゃないかな。スチールシャフト、これは、私アイアンはカーボンシャフトだけど、ウェッジでスチールシャフトを使っても、そのバランスが崩れちゃったりとかはないんですか？ないです。極端に重さいスチールシャフトとかだと、すごく難しくなったりはするんですけど、基本的には徐々にクラブって重たくしていくので、それこそちょっと小ネタですけど、昔宮里藍選手とかだと、ピッチングからサンドウェッジまでで全部シャフトが違ってて、すごい、ピッチングまでは同じぐらいのシャフトを使ってたんですよ。重さ的に同じぐらいのシャフトを使ってて、サンドウェッジに男性も、一番重たいシャフトを入れてたりとかっていうのもあったので、それぐらいこう重さに差をつけても、全然問題なく、なるほど、打てます。へえ。そしたらじゃあ早速試打してみましょうか。お願いします。まず、カーボンの、ウェッジ用のシャフトの試打もあったので、ちょっと打っていただきたいなと思います。ありがとうございます。ちょっと今のアイアン正直軽いので、少しトップとか出ちゃうんじゃないかな。試用です。ありがとうございます。フルショットも打っていただきたいですし、30ヤードぐらい打つようなイメージで振っていただきたいっていうのもあります。はい、わかりました。じゃあまずフルショットをしてもらいます。やっぱうまいですね。嬉しい。ちょっと画面切り替えるんですけど、今度ウェッジとかアイアンとか、わーすごい。入射角っていうボールに対してどう入ってますかっていうところも見たいんですね。で、振った感じ結構軽くなかったですか？軽かったです。軽かったですよね、はい、軽くて実は今少しダフり気味だったんですよ。あ、そうなんだ。で、ソール、そこの形状のおかげですうまいことカバーしてくれたんだけど、やっぱり打っていただいてる感じ見ちゃうと、すごく軽いかなと。30ヤードぐらいの距離。おお、よかった。キャリー26ヤード、トータル35ヤードというところで、やっぱり見てると、すごく下くぐっちゃったりとかして、振りやすいことは振りやすいんだけど、コース行ったときにチャックに出そうだなって。あー、それ困りますね。ここ一番の、ここ よし寄せて拾ってパーだとか、ここ寄せるぞってときに、サクッて刺さりそうなイメージが今。すごく出てまして、ちょっとさっきも触れましたが、スチールシャフトをちょっと振っていただきたいと思います。はい、お願いします。いよいよスチールシャフトの出番ですね。
これもシダ用のやつで、カチャカチャついてるんですよ。すごいですよね。なんかめっちゃカチャカチャと初めて見ました。これはタイトリストのフィッティング用のやつなんですけど、カチャカチャがついて、いろいろ細かく調整ができるようになってるので、同じ頭なんですけど、スチールシャップ入ってます。はい、ありがとうございます。これやっぱスチールになった分、さっき重いとか。そうですね、全体重量も重たくなりましたし、さっき振ったバランスなんて言い方するんですけど、ヘッドバランスってところも少し重たく出てます。重たく出てる。はい。ずしっとくると思います、上叩かれたような感じすると思うんですけど、今実はすごく綺麗な入り方をしてまして、あの音っていうのが、ボールの下少し皮一枚残した形で、上から入ってる音なんですよ。あ、そうなんですね、あれ一番スピン入る打ち方なんです、実は。知らなかった。そうなんですか。はい、なのでさっき、カーボンの方で打っていただいた際って10ヤードぐらいヤン出ちゃってたんですね。はいはい。でも今、6ヤードまで減ってるんですよ。すごい。スピンが半分ぐらいに、スピン切りくれてるので、やっぱり女性の方とかで多いのは、やっぱり手前から転がしていかなきゃ転がしていかなきゃっていうパターンってよくあると思うんですよ。あります。で、特にセットで女性の方ってそのセットが入ってるウィッチが入ってるので、あれも悪くないんですけど、スピンかけたりとかスコアメイクってことまで考えていくと、こういう別売りで出てるウィッチとか選んでいただくと、女性の方でも実はスピンかけられるので、それはずっと憧れます、ね、憧れますね重さ的にも、振った感じは申し分ないかなと思うんですけど、30ヤードぐらいのショット振っていただいた際とかにどういう変化をするかちょっと見てみたいと思います。ちょっと振っちゃいましたね。ちょっと振っちゃいました。もう一回もです。はい、もう一回行ってみましょう。はい、それでもトータル30ぴったしぐらいに。本当だ、なんかちょっと強かったですね。それでもキャリー 27.6 ヤードで、ランもそんな出てないので、球筋的には良くなってると思うんですけど、ちょっとダフったりとか、短い距離になった時に打ちづらさがちょっと出ちゃったりしてましたよね。で、すごく大事なところで、今振っていただいたのが男性もののクラブなので、内角ってご存知です？内角聞いたことあるんですけど、詳しくは分からないです。ざっくり言っちゃうと、ここからここの角度のことなんですけど、要は私身長183ですけど、そのまま打つとこういう風に当たりやすいんですよ。あ、なるほど。で、女性の方とかだと逆にこう当たりやすくなっちゃうんですね。はい。で、種類にもよるんですけど、ゴルフクラブのアイアンとかウェッジってここをエイって曲げれるクラブが実は存在してまして、はい。こう当たりやすいんだったらこうしちゃえばこう綺麗に当たりやすくなってくる。イメージが。はい。なんで、ちょっとどういう角度になってるか、シャフトの重さは申し分ないかなと思うので、今度ここの雷角ってところを見てみようと思います。はい、お願いします。はい、マリンちゃんさ、そしたらさ、どうせだったらさ、1月誕生日じゃん。ちょっと早いんだけど、誕生日プレゼントってことで、上っちょ、チャンネルでね。すごい。嬉しい。だから、今山田店長に選んでもらって、で、それで雷角も見てもらおう。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいサプライズ展開なんですけど、嬉しい。じゃあ早速、そうですね。じゃあ山田店長セレクトのウェッジを調整していただきたいなと思います。了解です。はい、お願いします。例えばクリーブランドっていうブランドのウェッジとかは、女性の方でも使いやすいモデルとかも実は結構出てまして。さっきちょっと打っていただいてる際とかだと少しやっぱダフりやすいのが見えたんですよね。なのでじゃあダフりに強いような形状のウェッジにしちゃえば、そういったミスが減らせるっていう。そんなウェッジがあるんですか？はい、あります。すごい。なので、シャフトはさっきの大体ざっくりと決まってるので、ヘッドですね、頭の部分ですね、いろんなメーカーとかがうちの方でもすごい数百種類とかやっぱ用意があるんですけど、パッて思い浮かんだのはちょっとこっちにベッドして、このウェッジでして、これよくあるウェッジってこ
こういう風になってるじゃないですか。はい。ここに段あるじゃないですか。あります。本当だ。このすごいですね。はい。で、はい、ざっくりと言っちゃうと細いものってこう刺さりやすいんですけど、はい、大きいので刺さりにくいんですね。滑ってくれるんです。滑ってくれます。はい。警告しだくりがちょっと強かったので、はい、少しここがえぐれてるものがいいかなと。だいぶここの角度が違うのが分かると思うんですけど、分かるかな。アイアンがシムマックスっていうアイアンで、はい、アイアンもここの後ろの部分すごくえぐれてたりとか、こういういわゆるキャビティなんて言い方するんですけど、はい、そういう方のウェッジってよく見ると皆さん結構こういうタイプ使ってる方多いんですけど、はい、でそういう方に限ってアプローチ苦手なんだよねっていう方やっぱ多いんですよ。はい、私もアプローチ苦手です。あ、ですかね。難しいですからね。難しいです。でもアイアンとかはご自身のレベルに合ったモデルで使いやすいのに、はい、ウェッジだけプロが使うような超プロモデルっていうなってくると、はい、でそこでギャップが生まれてしまうので、はい、で決してこれが悪いわけではなくて、はい、極論僕はもうお客様に合ってれば全然それでいいと思いますし、はいはい、でアイアンの構えた時に近いようなウェッジっていうのも一つ大事かなと。構えていただくとこれ映るかな。こう置いた際にですね、はい、シャフトよりもこちら側にこのリーディングエッジっていう刃の部分が出てるの分かります？はい、本当ですね。はい、分かります。でこっちのウェッジだとシャフトよりも内側に入っているのって分かります？はい。でマリンさんのアイアンってどっちかというとこっち系統じゃないですか？そうですね、はい、ってなると同じような形状にしてあげれば、はい、アイアンからウェッジの打ち方がすごくシンプルになって簡単になる、はい、わーすごい。そういう風に選ぶんですね、はい、ウェッジ。そういうところもあります。じゃあ私に合うのはこっちのクラブ。そうですね、角度がある、はい、アイアンと同じ似たようなクラブということで、はい、これって今刺さってるシャフトっていうのは、はい、さっき私が試させていただいたシャフトと同じものになってますか？同じもの入ってます。そうなんですね、はい、そしたらじゃあもうこのクラブで、はい、内角の方を見ていただきたいです。かしこまりました。内角もチェックしましょう、はい、お願いします、はい。お選びさせていただきたいウェッジがこの50度と56度。50度と56度。はい、よくアプローチ52度だよっていう方とかって多いと思うんですけど、はい、ピッチングとアプローチの角度の差が10度以上離れちゃってる方もいらっしゃって、はい、ピッチング飛ぶのにアプローチ飛ばないよねっていう方とかもいらっしゃるんですね、はい、なのでそれを予防することも踏まえて50度と56度にしたいなと。おー、ありがとうございます、はい、じゃあこれで内角を見てみようと思います、はい、お願いします。はい、使うのがこの来角ボードっていうのと、はい、この来角のシールっていうのを使います。はい、初めて見ました。あ、本当ですか。はい、我々の方でもやっぱりいろんなフィッティングを行っていく上でピンさんの用意しているフィッティングツールが非常に使いやすくですね、はい、我々クラブフィッティングにおいてこの来角ボードとかに至ってはこのピンさんのボードとこのシールっていうのをかなり対応させていただいてます。まあ、本当はピンのウェッジだったらもっと良かったんですけど、はい、今回ですね選んだのはクリーブランドなんで、はい、はい、こんな感じでシール貼らせていただいて、はい、真ん中のところにこの真ん中の線が来るようにしてます、はい、でこっちが削れるかこっちが削れるかっていうので、なるほど、こう当たってるのか、はい、こう当たってるのかが見える。なのでそこを元にしてこの角度をえいって曲げちゃうので。すごい、そういうことか。なんでちょっとこれで打ってみてほしいです。はい、うん、ありがとうございます。はい、じゃあちょっと見てみましょうか。わ、なんかおお、ど真ん中ど真ん中ってなると角度的にはほぼほぼ合ってますよって形なんですけど、はい、ちょっと見ていただくと分かるんですけど気持ちこっち側こっち側に来てるの分かります？分かります。ってなると今の一ショットだけですけどちょっとだけこう当たってるよと、うんうん、で実際ボールの打った後もこうヒール寄りに当たってるので。本当だ。これがもうちょっとだけこっちずれたら最高ですよね。最高です。今度30ヤードぐらい行ってみましょう。はい、わかりました、はい、うわ、おお。だいぶ行っちゃっただいぶ行っちゃった。真ん中からこんだけずれてるので、はい、ってことはやっぱりこう当たっちゃってると。はい、
なるとここからやっぱり刺さるのでハーフトップしやすかったりとか距離が合わせにくくなったりとか。すごいしますね。例えば100ヤードで1メーター2メーターのズレってそんなに、まあ、あれぐらいいいかなみたいな感じになりますけど、グリーン周りから1メーター2メーターピンに向かってずれちゃったら大きいですよね。結構近くまで行くはずだったのが、距離感だけはいいかもしれないけど、ピンより遠いってなっちゃうので、はい、もう一回じゃあ30ヤードぐらいでいきましょうか。ほとんど同じ位置にあるかな。同じところ当たってますね。はい、こうなるとやっぱりフラット目にしたいっていう形です。はい、では今こういう風に地面から対して当たってるので、はい、ここの角度こう持ってってあげることで30ヤードぐらいでも綺麗になる。ちなみに、はい、これその30ヤードの時にこう当たってしまうから、はい、こうライカと押しようねってなった時に、はい、このフルショットした時にその影響ってあったりするんですか？基本的に来客の入り方ってそんな変わらないんですね。はい、で、まあ、今の形から見ると少しフェード回転かかりやすくなるかもしれないですね。そこは。あ、なるほど。はい、でもそんなになんかこう影響があるって感じではないですね。そうですね、はい、だったらそうですよね。30ヤードの距離がまっすぐ行ってくれた方がスコアメイクもしやすくなると思います。なるほど、ライカク大事ですね。大事です、はい。早速これを元に加工してみようと思います。はい、わ、お願いします。はい、ライカクが64度のロフト角は56度になってるので、はい、ミドフラットなんで62とかの方まで持っていこうかなと。はい、はい、お願いします。すごい。ドンピシャですね。すごい。この部分が62になってると思うんですけど、角度も56で、よいしょ、うん、62。すごい。さすが山田店長。いやいやいや。こんな力技だったとは。はい。実は結構力技なんです、ね。すごい。びっくりしました今。はい、じゃあちょっと角度変えたので、はい、これでもう一回振っていただいて、はい、どう変化するか見たいと思います。楽しみ。はい、さっき構えていただいたイメージ覚えてると思うんですけど、はい、今度ボールを置いて構えてもらって、はい、どうです、いわゆる座りなんて言ったりするんですけど、構えやすさ変わりました？はい、いや、めっちゃ変わりましたね。めっちゃ変わりました。はい、結構ここ大きいので、多分構えた時にそこの部分が全体がピシーッと一直線ぐらいに、そうですね、はい、めっちゃそう見えます。地面にくっついてると思います。はい、じゃあこれで30ヤードぐらい振ってみましょうか。30ヤードぐらいですね。いや、ミート良くなりましたよ。あ、本当だ、寄ってきた。お、寄ってきました、寄ってきました。さっきのよりも全然寄ってますね。全然寄ってます。最初のシールがこれだったことを考えるとだいぶこっちに、だいぶ寄りましたね。はい、面白い、スイング変えてないのに。はい、打った感じもさっきよりも抜けるというか、はい、そうですね、なんかそのダフったみたいな感じはちょっと少し減ったと思います。はい、じゃあフルショットいってみます。うん、ナイスショー、ありがとうございます。フルショットはいかに、お、ど真ん中に、真ん中にあります。全然申し分ないですね。すごい面白いですねこれ。ありがとうございます。なんか打感とちょっと違うような気がします。あ、ありがとうございます。はい、さっきまでこう当たってたので、はい、どちらかというとトップに近いような当たりが多かったのが、はい、こう当たってくれるので、はい、芯を捉えやすくなってくれてます。そういうことなんですね。はい、ということでマイクラブが完成しました。はい、山田店長、本当にフィッティング、そしてクラブ選び、はい、そして来客の調整、はい、本当にありがとうございます。ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです。良かったです。全てのフィッティング、来客、全部親身に相談に乗ってくださるので、本当にのウェッジ選び全くわからないよって方だったりとか、逆にこういう悩みがあるんだよっていう方、ぜひ山田店長を訪ねてみてください。ありがとうございます。はい、この動画が良かったなと思ったらグッドボタンと高評価
お願いします。コメントもお待ちしています。ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございます。ちょっと気づいたんですけど、はい、結構今までレディースのウェッジ使われてたじゃないですか、はい、で今回メンズのウェッジにしたので、はい、30ヤードぐらいの時に長く持たれてたんですよ。そうですね、ちょっとだけ短く持ってみたら、はい、もっといい当たりするんじゃないかなって思ったんで、はい、角度完璧なはずなんで、はい、ちょっとチェックしてみると思います。おちょっと短くですね。はい、お、いいんじゃないですか。おお、すごい。あ、ドンピシャです。完璧。おお、これはすごい。ちょっと山田店長すごいですね。いや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 、いやこんなに綺麗にいっちゃうなんて僕も思ってなかったですけど、すごい。ああ、よかったです。こういうところまで教えてくださるという、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。大感激です。よかったです。すごい、これでグリーン周り完璧ですね。完璧ですね、はい、嬉しい。これは僕も嬉しいです。いや、ありがとうございます。めっちゃ楽しみです、ラウンド。はい、ぜひぜひ。ちょっと行ってきます。はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。